ハロー、いちご豆腐です。それではファイナルファンタジー7続きからやっていきます。前回はですね、クラウドの過去をいろいろ見て、クラウドがやっぱりクラウドだったっていうことが分かりました。それで最後に残るヒュージュマテリアを回収しにジュノンの海底マコールに行こうと思ったんですけど、なんか行き方が分からなくって、でどうやら上のジュノンから海底パイプがつながってるらしいので、それを探しているところです。じゃあ続きからやっていきます。ウェポンにメテオでみんな逃げ出しちゃったけど、オイラはやっぱり叫びたり、なんかみんなセリフ買ってるの面白いね。こんにちは。この人常連さんなんだ。でもお酒飲んでる感じしないけど、ちゃんと飲んでんのかな。叫びたりって言ってたから飲んでるか。なんか物足りないってどういうことなんだろう。え、びっくりした。こういう人いっぱい買う人かと思った。うわ、ちょっと待って、ここ下2つつらいな。もう売らないでよ。なんとなくやめられなくなってしまったであります。コラは無駄口叩くな、参ったであります。自分も実践に出たいであります。すごいモチベーション高いね。ムック帰ってきたな、物知り島。よし、入ってよろしい。え、でもここはいいや。どうせあれでしょ、なんか上級者の館的なとこでしょ。あー、ここやっぱ関係ないかな。なんか物足りないって言われてちょっと不安な気持ちになってるんだよね。ウェポン襲撃でたくさんライバルがいなくなりまして、え、あ、もちろん自分はここで勉強してたんですがね。幻の緑色の制服、上級士官はもうすぐ自分のものですよ。うん、なんか喜んでいいのかどうなのか。かーかー、ずずず、お疲れのようですね。なんかなんだろう、なんか上の人がいなくなって出世するって、なんとも言えない言えないね。あー、ちょっと待って。待って、立ち入り禁止の場所があって、でも普通に入れないんじゃないか？なんかこっちだっけ？どっかさ、立ち入り禁止の場所があったと思うんでね。あー、何か物足りないって言ってたの分かっちゃった。服でしょ、服。着替えろってこと？着替えて神羅兵になりすまして、海底トンネルを使えってことかな。だってわざわざさ、ムービー入ったんだよ。ムービーじゃないけど視点変わったからきっとそうだ。そうじゃない、え、そうじゃない、え、そうじゃないんだけど、え、え、違うんだけど、え、どういうこと、どういうこと、うん、え、そういえばチョコボ捕まえられるようになったから、チョコボを捕まえてこいってこと。でもさすがに街の中には入れない気がするな。まあよくわかんないけど、自分の記憶の中のなんか立ち入り禁止だった場所、あ、ここじゃなかったかも。え、どこだっけ。まあいいや、そっちに行ってみよう。こっち？わ、びっくりした、敵出るのか。あれ？あれあれあれ？あれ、なんかさ、ここは立ち入り禁止だみたいなさ、どっちだっけ。この辺お店だった気がごめんなさいね、お店閉めることにしたのよ。ウェポンにやられて常連さんみんな、え、変な人ばっかりだったけど思い出が多くてね。それは悲しいね。なんか知ってる人がある日突然亡くなるって
値段の件は高級ホテル並みにランクアップですよ。何言ってんの、また来てよね。ここなんか上にお店あったっけ。わ、どうぞお入りください。わ、人増えてない。え、おばさんもいる。ピチピチの若い子に混じって最後に一花咲かせたいもんじゃ。どういうこと。もうこの世の終わりだってんね。女の子たち増やしてみたんだけど失敗かな。ますます借金かさんじゃうな。なんとか踏み倒したいな。ウェポン頼みかな。踏み倒すんかい。釘ワット、あ、マテリアーノの、あー、この辺あれか、ピラミッドのとこで手に入れられたやつか。うわ、え、え、びっくりした。あ、もうびっくりしたわ。風魔手裏剣、スナイパー CR、 なんか全部持ってる気がする。なんか特に変化ないね。わ、何忘れてんだろう。え、ちょっと待って。わ、何してんの。不良社員見習いあります。慣れないもので落ち着かんであります。うまくいかんであります。別本戦で真面目な兵士はみんなやられちまった。俺みたいな不良社員が生き残るなんて皮肉なもんだが、これが現実ってやつだ。あー、なんかさー、あれだっけ、キリギリスだっけ、なんかさ、絶対サボる人いるらしいね。そういうもんなんじゃない。窓際新羅課長、ジュノンの大砲セスターレイを運ぶとかで出張に来たのはいいけど、本社からもう帰ってこなくていいって。私のサラリーマン死んだ人生は一体。あらま、どまい。それでだよ、ちょっと待って、こっち。それで私ここ隅々まで見てるけど、レポンすごかったな。強さじゃかなわないけど品揃えじゃうちの武器の勝ちだね。強さじゃかなわないかーい。なんか物足りないって言ってたけど、え、メンバーの話、あれ下にはどうやって行くんだっけ。あ、何もない。こんな風になってんだ。いつもあそこに船があった気がする。いつもって言えるほどあそこにいてないかも。どこだっけ、ここの間だっけ。これ行ったらなんかマップ入るんだっけ。あ、そうだ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 。え、ウッシー訓練の成果を見せちゃれ。戦闘か、全員突撃。あ、そっち、ここにはそっちは回転向こうを逃げんな。こっちね、オッケー、ようやく見つけた。なんかもう隅々まで見ちゃった、ジュノンを。ここね、何、あ、エレベーター、え、オッケーなの。生き残った方が彼女とデートできるってのはどうだ。よし、乗った。でもよ、二人ともやられた場合は、おっと、そりゃ言いこなしてやった。じゃあ私が会員ゲットしてあげる。なんか新しい見た目してるね。神羅潜水兵、とりあえず全体に攻撃やって盗んで、スローかけちゃおう。なんかこういう遅くする系かけるの初めてですね。おー、聞いたかな、盗もう。あ、意外と弱いじゃん。スローは多分ちゃんと使えば強い気がする。まあ、効かない敵もいるかもね。ボスとか効かないのかな。
よし、デートしよう。ダメだ。これは下に行ってんのかな。そしてね、さっきちょっとバレットが体力なかったんで、あ、回復しすぎた。回復しときます。デートしよう。ドキドキキ、よくも私のファンを減らしたわね心の声子は、さあお仕事お仕事。ふわー、寝不足、ジュノン万歳すごいね、元気だね、テンション高いね。どうしよう、あ、ヘイストの方がいい。え、待って、私ヘイストかけるとさ、なんか魔法がもったいなく感じちゃってさ、通常こう、あ、待ってよ、チェンジしちゃった。魔法がもったいなくっていうか、魔法の炎症時間がね、なんかもったいなく感じちゃって、通常攻撃ばっかりしちゃうから、いや、盗む、魔法をブレザラ、魔法を、まあ、叩けばいいか、どうかな。おお、いいの持ってんじゃん。よし、犬がいる。あれ、こっちかな、これ戦いなのかな。ダメだ、いけないんだ。こっちで合ってんのかな。なんかこの音楽ドキドキするね。こっちだよね、セーブできる。あれ、下に行くのかな。回転大丈夫なのかな、なんか水圧とか怖いよね。だって水入ってきたらさ、怖くない。え、音楽が、うわー、やばいやばい、これは水族館のなんかこういうトンネルみたいなやつめっちゃ大好きなんですよ。わーわー、水圧っていうか、水圧っていうか、なんか怖いけどこういうとこに住みたい。なんだこいつは、 A かな、ダイバースト。いやー、このトンネルいいね。なんか私もしお金がいっぱいあってお家を建てるとしたら、なんか地下から、なんか地下から、地下に海が見える部屋を作りたいけど、それ作ろうと思うと海の近くに家を建てなきゃいけないから、ちょっと日本でやろうとすると津波が怖いかもね。なんか自分の将来の夢ちょっと考えてたけど、将来の夢っていうか、そういう家建てたいって思ってたけど、今話しててちょっとそれはダメかもって思っちゃった。いやー、でもこれ雰囲気めっちゃいい。なんで海底にあるんだろう。わ、サメみたいなのいる。あ、ずっとここにいたい。なんで海底にあるんだろう、マコロ。何？エレベーター？あ、これエレベーターか。びっくりした。あ、この辺はもう普通のマコールと変わんないんだね。なんだろう、潜水艇みたいなのがある。え？1。片方に乗って、もう片方に神羅の人たちが乗ってなんかしたりするのかな。セーブできる、また。
死んだフィール、バレたらやばいかな。こんにちは。貴様はクラウド。あ、まあそりゃそうか。これ通れんのかな。うわ、ヒュージマテリア渡さん。さっき話しかけてたから一人少ないとかある？シェンラー暗式防具？怒ってる。まあ、いいか、怒らせとく。いやミスるからな攻撃結構。進路暗示器防具。あれ、ちょっと待ってちょっと待って、ね、あったあったあった。装備防具って出てるね。通常、え、なんか安いじゃない、弱い。進路こんなしょぼい防具しか配給してもらえないってこと？やはりヒュージマテリアを狙ってきたか。何の音？え？ヒュージマテリアが？取られちゃう。どうすんの？一足遅かったか。どっちにしてもこんな燃えてるところに取りに行けないよね。さっきの潜水艦で運ぶつもりよ。え、こっちは違うかな。近道あるかな。あ、間に合ったか。ダメだ。綺麗にケースに入れられてる。宝箱左下にある。これ目の前にいるのレノかな。もう一回戦うのかな。戦いそう。何してる？とお前も積み込みを。クラウド？ヒュージマテリアの運搬なら俺たちがやらせてもらうぜ、レノさんよ。ギリギリ間に合ったってとこね。俺たちに渡すか、ルーファースに届けるか。どうする？一緒にルーファースに届けるんじゃない？あいにく貴様らと遊んでいる暇はないと。え、なんかいる。今はヒュージマテリアが最優先だと。ボスだ。なんかすごいラピスレーザー。ね、またね、見合ってるでしょ。うわー、なんか強い。待って、私ちょっとテロンテロンテロンってなったけど、テロンテロンテロンってなったけど、誰か死んだ？死んではない。ディズニーかけよう全員に。来てる、ギリギリ。あ、そっか、ティファとバレット前列だからめちゃ食らうんだ。あと体力がね、え、死んだ体力がね少ないね。なんか今 A ボタン連打して何かしちゃった。リミットしてる余裕あるかな。敵の技チェックハーパー。え、やばそう。え、誰にフェニックスつけたっけ。クラウドだっけ。多分クラウドだな。でレイズもクラウドにつけてある。だからなんかオーディンだそう。で一回レイズしてもらって、おお、かっこいい。これ召喚の間回復しないね。
これさ、回転も来るんでやったらさ、空からさ、槍が降ってくるからさ、浸水するのでは？これ回転も来るんでやったらやばいよね。水圧とかどうなってんの本当に。それに耐えられるだけの、あ、大丈夫。あ、死んだかこれ。あ、守ってくれた、大丈夫だ。魔法リセネ、自分にもかけて、メテオレイン、ティファー、多分防御した方が、あれ3箇所ある。あー、手とか壊した方がいいのかこれ。召喚オーディ、もう一回撃てる。あ、待って、これ死んだな、ティファ。レイズ、ティファ。まあ、いいか、ティファにあのリジェネかけさせればいいや。自分が生き残ってればリジェネをかけられる。自分がリジェネをかけるターンまで生き残れなかったらリジェネは発動しない。多分ちょうどいい。わー、でも MP がバレット、あー、召喚ね、結構使っちゃったのか。あれ結局マジックハンマーで取れたんだっけ。多分取ってる場合じゃないな。トラインで全体攻撃して、ティファは、リジェネかけてちょうど全員切れてる。ヘイストかけて、やばいか、そっちか。バレット一回マジックハンマーしてみようか。 MP なさそう、した後で思ったけど機械って MP なさそう。よし、なんかそういえば持ってたりするのかな。あ、見破りもしたい。あ、 MP 持ってんじゃん。でももう持ってないの多分。なんかしようとして尽きた。サンダが盗めただけ、見てなかった。見破る、多分なんとかレーザーアームキャッチ。クラウドもしかして退場させられる。いや、いる。何も持っていない。あ、クラウドやばいねこれ。トライン、サンダカ、サンダカ、見破ったっけ。結局見破ってないんだっけ。雷に弱い、やっぱりね。で、どうしよう。召喚。あー、ティファに持たせてたのか、フェニックス。リジェネ。リミット。バレットの MP なくなってた。あ、大丈夫、めっちゃ食らってる。もう硬い方でよかったかな。マジックハンマーもないよな。右腕持ってんのかな。いや、持ってなさそう。いや、決めつくはよくない。右腕、あ、持ってる MP。左上、あ、クラウド、あ、死んだ。ちょっと待って、クラウド死ぬとめっちゃ笑っちゃうんだけど。ちょっと待って。でね、クラウドが蘇生持ってるから、アイテムを使うしかないね。
なんかクラウドめっちゃステータス高いのに死ぬから面白い。一回自分に敵の技でトライしといてもらって、でもリージェネかけて、でクラウドは何しようと思ったんだっけ、自分で消えるかなって思ったけど、まあいっか、敵の技トライ、早く倒しましょう。あれ誰か取られてる、あーバレたか、これバレて死ぬな、全然死なないね、トライ、コメント、バレと次で死ぬな、死んだ、あ手取れた、フェイズして全員一回死んだね、あ MP がない、殴ろう、フェイズチェネかけて、バレットは MP が今あるはずだからフライン、ファン殴る、お、え、そういえば通常攻撃とトラインとどっちが効くんだろう、さすがにトラインか、弱点だし、さすがにトラインか、敵の技トライン、敵の技トライン、戦う、いや長いねこの戦闘、早めに MP 取っときてよかったね、多分ボス戦これから初手 マジックハンマーで MP 取った方がいいかも、強力な攻撃してこなくなるかも、というわけで勝ちました、わー操るが生まれた、やったゴッドハンド、で、しまった潜水艦が、え、もう一個あったよ潜水艦、時間稼ぎだったのか、はあ、早く追わないと、よし、ちょっと待ってね、手に入れたアイテムが気になりますね、ゴッドハンド、うん、商品アイテムかな、あった、あ装備だ、攻撃力めっちゃ高いけど、あとなんだっけ、マテリア生まれたから操るを外して生まれた方つけようか、よし、じゃあここのアイテム取って、突撃ラッパ、うーちょっと待って、それはきっとケットシーの武器だよね、そうだね、 OK、 あれ早く行かないと逃げられる、いやなんか足踏みしてる、待ってくれてる、よし、じゃあ一旦ここで切ろうと思います、ご視聴ありがとうございました。